発見。ちょうどいいところで会っちゃった。ボイトレしようと思ってたんだけどさ、一人で歌うのも虚しいなって思ってたとこ。時間あるなら付き合ってよ。感想とか聞きたいし。じゃ、行こっか。どうだった？俺の歌。うわ、嬉しいこと言ってくれるじゃん。本番はもっと本気で言っちゃうけど、今回のステージはいつもよりさらに気合い入ってるんだよね。ヒースの曲も強いじゃん。絶対負けたくないからさ。そんな顔しないで。でもこればっかりはね。俺さ、ヒースの気持ちはちょっとわからんだよね。もし誰かに俺の歌を取られて勝手に歌われたらさ、やっぱムカつくし、つかぶん殴っちゃうかも。まああの時はああするしかなかったけどさ。ね、あいつが対決で決着つけたいってことなら全力で応えるべきっしょ。もちろん負けてやる気はさらさらないけど、そんなわけだから君も応援しててね。よし、一旦ここまでだ。これより15分の休憩とする。やっぱり広いレッスン場はいいな。うん、正直普段のスターレスよりもずっと練習しやすいかも。クリスマス公演の時も外にレッスン場を借りてただろ。そっちはどうだった？広さはここと同じくらいだよ。10人揃っての練習でもかなり余裕はあったよね。スタメンとアンサンブルとに分かれて練習してても邪魔にならなかったしな。木蓮が広さにこだわるのもなんか分かる気がしたよ。ギーもここならパルクールの練習がはかどるんじゃないか。スターレスと変わらない。やることは同じ。そうか、広さは関係ないんだな。個人的には自分が出てないシーンの時に空いたスペースで練習できるのは助かったかも。ふん、広いレッスン場ならではの使い方か。確かにこれだけの広さならば同時並行して練習することも可能だな。たくさん練習できる。ああ、空間も時間も無駄にすることなく有効活用できるだろう。運営君が忘れてなければもっと早く使えたんだけどな。それは言っても仕方ないよ。最近まで本当にいろいろ大変だったし、今も忙しいでしょ。まあ前よりだいぶ落ち着いてはきたかな。何にしてもレッスン場を確保できてよかったよ。今回もそうだが、これで対決やら追加チームやらがやりやすくなるしな。対決も追加チームもそうそうない方が平和でいいんだけどね。それだけじゃつまらんだろう。やっぱりスターレスらしくいろいろあった方が面白いってもんだ。
長谷山のようなことを言うのだな。そう言われるといい方もちょっと似てたしな。おいおい、やめてくれよ。やっほー、今日も見に来てくれたんだね。ありがとう、小鳥ちゃん。ぶっちゃけ今回の対決公演どっちのが好き？やっぱ最高なのはこっちのチーム。てか俺の歌が最高だよね。小鳥ちゃんが一番応援してんのはもちろん俺でしょ。こっちのチームでも俺が断然いいよね。はっきり言ってやった方がいいよ。なんか楽しそうじゃん。お兄さんも混ぜてよ。うわ、どっから湧いてきたんだい。せっかくの小鳥ちゃんと俺の時間、邪魔しないでくんない？いや、俺もいるんだけど。チーム B のショー、かなり盛り上がってるみたいじゃん。さっきもホールでお客さんがワイワイ話してたよ。こっちのアキラは W のアキラともまた違うギャップがあっていいよねって。リコもいつもと雰囲気が違ってそれがまたいいんだってさ。ねえ、今のって公演の話だよね。そうそう、お客さんからの評判いいよねって話しててさ。俺もそれ聞いた。ステージ本当にかっこいいよね。楽しすぎてつい考えちゃうんだけど、今回の対決さ、最悪負けてもアンダーに入るのはありか。それはありえないでしょ。水木がすげえ反対するだろうし。でも実際のとこアキラってビートの相性はいいよね。やっぱ負けてらんないよね。何してんだこんなとこで。別にショーの前にちょっとね。お前はどう思ってんだ。俺とリコのどっちに勝ってほしいんだよ。じゃ正直に話せねえか。絶対なくならねえ。何があっても復活する。それがヒースの曲でやるチーム B。 こだわってきた。そこは今も変わんねえし、それ以外のチーム B なんて認めらんねえよ。分かってんだよ。今もチーム B があんのはあん時のリコのおかげだってことくらい。けど俺は間違ってんのか。いや悪い、なんでもねえわ。先戻ってっからお前もとっとと来いよ。銀星。ギー、お疲れ様。今日の夜公演もギーたちのチームだろ。そろそろ準備した方がいいんじゃないか。うん、その前に聞きたいことがある。どうかした？水木は B にこだわってる。どうして
理由がわからない。水木にとってチーム B は居場所なんだと思うよ。居場所？なくてはならない場所かな。ずっとそこにいたいと思えるような。俺にとってのスターレスもそうだよ。とても大切な居場所だ。きっとギーにとっても今はそうだろ。わからない。うん、聞き方が悪かったかな。ギーはどうしてリコたちに協力しようと思ったんだ？マスターと約束した。僕はここで心を学ぶ。だからステージに立つ。それだけ？リコたち困ってた。つまり助けてあげようとも思ったってことだよな。よくわからない。これは俺が勝手に思ったことだけど、ギーもチーム B を守りたかったんじゃない？水木のチーム、リコのチーム、どっちがってこともないんじゃないかな。強いて言うならいつもの B とか。でも僕はリコのチームだ。水木と対決してる。うん、形の上ではね。どういうこと？前の時も今回も B の公演でギーは活躍してるよな。リコは B を守るためにギーを選んで、ギーはそれに応えてる。今は水木と対立するチームとはいえ、巡り巡って水木のためにもなってるんだ。もちろんリコのためにもね。 B がなくなるのは嫌だ。ギーがそんなこと言うのは珍しいな。大丈夫、ギーの協力もあることだし、 B はなくならないよ。僕が頑張れば B はなくならない。ありがとう、金星。どういたしまして。よう。何？関係者以外立ち入り禁止なんだけど、ここ。それともなんか用事でもあるわけ？おいおい、そう嫌そうな顔をすることはないだろう。ここの連中は人の顔見りゃすぐ邪険にして釣れないね。部外者のくせにあんたがズカズカ入ってくるからだろ。力を貸してやってもいい。貸し？困ったんじゃないかと思ってな。あんたもオーナーと同じかよ。言っとくけど、ゆすっても金なんてないから。事情通っぽい面してるけど、そんなあんたが知らないわけないよね。そう流行るなよ。これは返してくれなくてもいい貸しだ。はあ？ますます怪しいんだけど。単なる慈善事業だとでも思ってくれればいい。スターレスの人手不足は前から耳にしてるしな。お前も今のままじゃ辛労が絶えないだろう。俺の言いたいことがわからないほどお前はバカじゃないはずだがな。あんたさ、それでよく俺がなびくと思ったよね。なんだよ、興味ないのか？あんたの話なんて聞いてる暇ないから。人手不足なんで。こいつも釣れないか。そういやさ、計千人に戻ってどうよ。どうって特別何かが変わるってことはないな。ただ戻ったからには今まで以上にチーム K に貢献したい。
その気持ちがますます大きくなったよ。 K に直接掛け合ったって聞いたけど、なんで今さら仙人に戻りたかったわけ？剣人でもいいじゃん、別に。剣人自体はすごくいい経験だったと思ってるんだ。チーム K と P を掛け持つことで想像以上に視野も広がったからな。じゃあなおさら辞めることないじゃん。改めてチーム K が好きなんだって再確認できたからかな。 P には P の良さがあって経験値も詰めてありがたかったけどさ、やっぱり自分にはチーム K しかないって思ったんだ。チーム K が好きで、だからこそこっちに集中したくなった。そういう感じね。今度は俺が兼任になるかもだからさ、聞いときたかったんだよね。何か心配なことでもあるのか？全然。歌えるステージが増えるのはむしろラッキーだし、その分ファンの子も増えるならさ、いいことだらけじゃん。確かにステージに立つ機会が増えるのは嬉しいよな。なし、さっき言ってた視野が広がるってやつ、あれもまあなんとなくわかる気がするわ。ならよかったよ。てかさ、そういうの抜きにしても楽しいじゃん。実際俺全部のチームのアンダーになっちゃおっかな。それは黒曜が聞いたら怒りそうだな。まあ、どちらにしても現実的に考えたら全チームのアンダーは難しいだろうけど、もし B のアンダーになるならきっとアキラにとってもいい経験にはなると思うよ。そりゃどうも。どう転んでも楽しむよ、全力でね。お疲れ様です、オーナー代理。高見まで茶化さないでくれよ。オーナー室の使い心地はどうだい？おかげさまで早めに会社のタスクを終わらせられたよ。スターレスの業務に戻ろうと思ってたところ。ならちょうどいい。事務室に来てくれないかな。見せたいものがあるんだ。お疲れっす。お待ちしてました。見せたいものって、かすみと運営君？そう、名付けて臨時運営チームといったところかな。長い間負担をかけてばかりですみませんでした。これからは、いえ、これからも一緒に頑張っていきましょう。早い話がオーナーの代理業務を分担しようってことだよ。これまで自分と高見はあくまでただのサポートだったじゃないですか。じゃなくて4人で業務分担するってことで話がまとまったっすよ。店で責任者を問われた際には引き続き夜行に出てもらう可能性はあるけどね。序列の繁栄の件もありましたし、なるべく個人に偏った負担を減らしたいと。 K さんからの提案なんです。オーナー代理という肩書きは重かったろうけど、これからはもう少し気楽に構えてくれていいと思うよ。そっか、ありがとう。正直協力してもらえるなら本当に助かる。これからはバンバン仕事を振り分けてくださいっす。わかった。ああ、でも経営自体はもっと勉強したいとも思っててさ。え、そうなんですか？少し前にハリに言われたんだ。起業とか将来的に役に立ちそうなビジネススキルを磨くにはいい機会だろうって。だから
俺自身のスキルアップのためにも引き続き頑張るつもり。いやー、なんか眩しいっす。そういう意識があったからっすかね、夜行の資料が分かりやすくなってたのは。そう言ってもらえると嬉しいよ。ほんとっすよ、根拠が明確で方針も立てやすいっすからね。僕もそう思ってました。なんだか前よりも頼もしい気がします。君にももう少し頼もしく会ってもらいたいものだけどね。ともあれ、これからもこの4人で頑張っていこう。なんで B は瑞希の居場所。ああ銀星が言ってた、 B はなくてはならない場所だから。瑞希は B にこだわる。何が言いてんだお前は。僕は B がなくなってほしくない。対してるやつが何言ってんだ。うん、僕がリコに協力する、それは巡り巡って瑞希のためになる。よくわかんねえ。もう一回言う？いらねえよ。つうか悪かったな。何が？前ん時お前に八つ当たりしちまった。八つ当たり？俺はお前のこと仲間だと思ってるからよ。それともヒースは絶対だ。あいつがいねえと B は完成しねえ。僕が頑張れば B はなくならない。そうかよ。でもお前らには絶対負けねえ。わかった。ではまた。適宜連絡を頼む。どうでしたか？病院から電話だなんて。安心しろ。定期連絡だ。長谷山の容態は安定している。よかった。ただ意識が戻る兆候は相変わらず見られぬらしい。まだなんですね。こんなに長引くなんて。お見舞いいつになったらできるんですかね。今は医師の言葉と治療を信じて待つほかあるまい。その間我らは我らでやるべきことがある。そうですね。社長が戻ってくる時のためにも。臨時の運営チームはどうだ？あ、はい、そっちは順調です。夜行さんも高見さんも霞さんも頼りがいがあって助かってます。ほう。そもそも夜行さんは状況の把握が早くて資料作りなんかもうまかったんですけど、高見さんと霞さんに業務を振り分けてからますます質が上がったみたいです。高見さんは取引先とのやり取りが得意ですし、霞さんは細かい部分を拾ってくれて。これなら安心してやっていけそうですよ。なるほど。その様子では長谷山が戻らぬ方が貴様にも都合がいいというわけか。ええ、そうそう、そんなことは言ってませんよ。あくまで今の形は臨時、社長が戻るまでの臨時の穴埋めですから。そうか。いずれにせよ今の状態が長引くようなら新規スタッフの雇用も検討せねばならんな。ってことは今度こそ後輩ができるかもなんですかね。無論貴様の上司をつけるという意味だ。
K さんまでそんなこと言うなんてあんまりですよ。来た。な、ほんとだ。あつ。二人ともお疲れ。待たせてすまない。すぐ準備するよ。いや、俺らも来たばっかだし。それより、リコはどうしたわけ？そんな顔しちゃってさ。顔色悪い。別に、何でもない。なーに、あっちの練習で何かあったとか？うるさいな。図星かよ。なんかなんてもんじゃなくてな、あっちはあっちでもうすごいことになってんや。ラン、今はその話は。正直圧倒された。やけに素直じゃん。しょうがないだろ、本当のことなんだから。水木がトップ張っててヒースの歌がある B はすごい。ね、練習しながら圧倒されてきちゃったって。こっちが勝たなきゃって分かってるけど。余計なことばっか考えすぎ。おいラン、どっちの B もいい、それでいいやろ。つうか俺はマジでそう思ってるしな。なんだよそれ。いや、マジでマジで、どっちに肩入れしてるとかもないしな。ただリコには本領発揮してもらいたいだけ。あ、もちろんアキラとギーにもな。そう、リコは僕たちと頑張らなきゃ。珍しいな、ギーが自分からそんなことを言うなんて。どうすんのさ、ギーにここまで言われてまだへたれてんの。こっちだって本気でやんなきゃっしょ。ほんとうるさい。言われなくても分かってるっつーの。じゃあ最終レッスン始めるから早く位置について。よう、久しぶりだな。あんた。おいおい、いきなり殴りかかってくるとはご挨拶だな。今までどこに行ってたんだよ。まあ、いろいろとな。なんだ、俺がいなくて寂しかったか。何言ってんの、そんなわけないだろ。そうだろうな、出会い頭に殴りかかってくるくらいだしな。そんだけ元気があるとは大したもんだ。変わってないね、あんた。そっちはずいぶん変わったみたいだな。今は P のナンバー2なんだって。すごいじゃないか。僕は僕のやれることをやってるだけ。評価は後からついてきた。だいたいさ、あんたがいなくなってからどんだけ経ってると思ってるんだよ。いつまでも下でおとなしくなんてしてるわけないだろ。言うね。やっぱり俺の見込んだだけのことはあるわけだ。なんだよそれ。俺はお前をスターレスのシンガーにして正解だったと思ってるよ。よく言うよ。僕が店に行った時には消えてたくせに。それでもお前は来ると思ってたさ。スターレスは原石を輝かせる場所だ。あの頃のお前はまさしく原石だった。スターレスの進化は
原石がいてこそ発揮されるってわけだ。あんた変なこと考えてるだろ。そういうのやめろよ。俺はいつだってスターレスの発展のためになることしか考えてないがな。ただでさえここはごちゃごちゃしてるんだ。これ以上引っかき回されたくない。なら押し流されないように踏みとどまるしかないだろうな。何しに来たわけ、あいつ。